はい、どうもこんにちは、スゴロクです。それではスプラトゥーン2実況プレイやっていこうと思います。今回は、ちょっとね、前回の踏まえた上でのちょっと動画になっておりますね。前回はあのスパジャン短縮 3.9 の動画出させてもらったんですけど、僕あれをね、スパジャン強いなって思ってもう一個思ったことがあって、あの Wii U の時にゾンビっていう戦法があったんですよね。このギアパワーカムバック効果でやられてから、しばらく一部の能力がかなりアップすると。これに、だから死んだ時の効果なんで、あの復活時間短縮っていうのがめちゃくちゃついてたんですけど、それが強すぎて今回復活時間短縮がめちゃくちゃ弱体化したんで、もうゾンビ戦法はできないかなって思ってたんですけど、このね、あの前回見てもらった通り、スーパージャンプ時間短縮を使えば前線復帰の時間をかなり短縮できるので、それでね、今回これでゾンビ的な動きができるんじゃないかと思って今回の動画をやっていこうと思うんですが、でこちらですね、まあビーコン持ち、まあ、僕の場合ロラコラなんですけど、でギアパワーが、まあ、カムバックとあとスパジャン短縮 1.3、 ちょっと汚くてごめんなさいね、スパジャン短縮 1.3 であとね、サブ性能アップですね。これビーコンに使うとそのビーコンに飛ぶ時間が短縮されるんで、あのうまくね、こうスパジャン短縮とサブ性能で分けて効率を良くしているギアですね。残り 0.3 はちょっとローラーなんでイカ速に振ってみてあります。ここは自由にしていいかな。スペシャル減少量ダウンとかね、あとまあローラー、あの普通の無印と違ってカーリングが使えなくなるんで、あのメインに頼りっきりになるんで、メイン効率とかっていう作り方をしております。なんでね、今日はスプラトゥーン2におけるゾンビ戦法をちょっとやってみようと思います。行きましょう。さあやっていきましょう。ゾンビ装備がスプラトゥーン2で通用するのかどうか。ただね、あの今縄張りできてるステージがモズクとタチウオっていうスプラトゥーン1のステージなんですよね。これ大丈夫か。劣化でしかないもんな。しかも回収が入ってステージのね、構造が微妙に変わってるからちょっとやりづらいんだよな。そんなのすっごい見られてるね。で、あっち諦めて、さあさあさあ、こっちにもちょっかい出されてんのかい。この人、こっちとかに置いたら見られないんじゃないの、もしかして。わかんないけど。初めてやってみる。おう。真ん中に置こっかな。こうね、影になるところがいいからね。待って、あぶねえ。吸盤が。よいしょ。おい、あぶねえ。正面。正面めちゃくちゃ危ないな。ビーコンまだ残ってるか。ここにも置こっかなと思ってて。いや、置こっか。さっきのやつあんまいらないもんね。よいしょ。あくまで保険だから。つい。そしたらね、前線復帰の強さを見せたいんで。よいしょ。何やった。ここに置いて。よし。行け行け行け。つい。一旦爆発。今、今ね、めっちゃいるな。めっちゃいるな。びっくりした。あそこのビーコンに飛びたい。あの二人には見られてるから、彼らが戻ってくる前に。よいしょ。いいね。さあ、そして、ここ、すぐに前線復帰する。うわ、待って、また二人。やっぱ、それそうだよね。ただ、あんまりバレない。あ、ついにバケツにバレるか。あ、バレたな。そしたら、ここ飛ぼう。よいしょ。ここはバレていない。いるな。よいしょ。オッケー、危ねえ。そんなことあそこはもう置けないな。しかも今キルカメラで見られてるから、その時にあんまり置けない。まあ安定のとこに置きますか。とりあえずこっちね。で、3つあると思います。今日大丈夫かな。好きなガチから言ってくれている。そしたら自分はこっち行こうか。このゴールド使おうか。いいんじゃない。よし、ゴールドどこ行った。倒したかな。まだか。ふいふい、オッケー。よし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 。そしたらここだな。こう行って、今一度ここに置こう。とにかく前線を上げるためのね。ほい。うん、ダメか。よいしょ。なかなか難しい。カーリングがないからね、とっさに動くのがむずいんだよね。あ、ビーコン味方結構使ってくれてるね。左が侵入されているから、置いたらすぐ、これでっか行きたい。よいしょ。うわっ、ちゃうめー。あ、でも左止めてくれたかな。よしよしよし、アベノミクス。そしたら
もう一回ビーコン置いて、塗りを返していこう。中央が結構取られつつあったから、よいしょ。上ね。わかんないけど、まあいいでしょう。多分行ったと思う。よし、多分これは行ってる。オッケーオッケーオッケー。まあ、そこそこ死んだしね、よくないけど。そう、ビーコンをね、多分うまいこと隠して使えば、ああいう風に前線復帰を早めることができるはず。で、カムバックもね、結構恩恵受けてるんで、うん。特にね、ビーコンを置き直した時のインクの少なさっていうのが結構役立ちますね、あれは。すぐ動けるんで。よし、じゃあもう一つ立ち行きましょう。よし、やっていきましょう。もう一つね、タチウオパーキング。ここはね、さらに回収が入ったから、マジでわかんない。どこに置けばいいんだろうね。もう物陰ってのは変わんないんだけど。さあさあさあ、やっていきますか。普通のローラーならね、カーリングとかすごい通るんだけど。どうしたもんかね。ちょっとウッドキングに。なんならね、他の武器、それこそスパッタリーとか強いから、そっち使えよって話なんですが。さあ。ここかな、向こう側だと見えちゃうからね、完全に向こうから。あと、あんまり敵突っ込んでこないです。味方が強いんだ。あ、いるね。助けよう。あ、落ちた。ごめんな。本当にごめんな。そんなね、集団リンチみたいな、いじめじゃん、いじめ。あ、いや、向こうにいるね。なんか、お、また後ろに。そうか。仕方ない。なんかちょっとラグい。時間差があってから死んだぞ。待って、いるね。あぶねえ。そしたらこうやって、ボムあんな感じになるんだね。これ本当にちょっとここでキープしないときついな。リーコは残ってるでしょ？バリアが消えたら突っ込もうか。粘りがち。粘りがち、粘りがち。ジブレそう、ダメージ残ったのかな。まあまあまあ、ビーコン残ってるんで飛びましょう。はい。飛んでもって、こっちから上行こうかな。逃げられてるな。やめとこう。戻って、塗りだけしといて。また来てんな。よいしょ。飛んでもって、ほい。キルカメラがね、見られちゃうんですよ。あれ、どこに行こうかな。見られてんな。ここかな、こっちだな。こっちは相手側からしたらここが死角だから、こっちに置く。飛んでもって。次は溜まってますよ。こっちから行こうかな。よいしょ。よいしょ。ほい。で、ここかな。一個更新していいでしょ。よいしょ。よいしょ。で、どうしよう。ちょっと無理して突っ込もうかな。次は溜まってるし。うん、無理は、うん、中央大丈夫だから。ほい。あ、やべ、ダミーか。やべえ、くっそ、後ろにいると思った。ビーコンバレてるかな。あ、バレてるっぽいな。いや、一回飛んでみよう。うん、ですよね。まあ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 、こんなことビーコン全部消えたな。あ、やべえ、味方もやられた。そして自陣入ってきて、やべえ、飛ぼうと思ったけど、もうこうなったらビーコン置く時間ないね。そこは触んないから。よいしょ、 OK。 さあ、ここ塗り返していこう。うん、ナイス。そのあそこに。ほい。よし。もう一人取りたい。ぐわー、このザップにだけは勝てない、さっきから。いや、でも真ん中取ってから勝ったでしょう。ほいさ。よし。はい、ということで、ジャンプビーコンゾンビの動画でしたね。まあ、ローラーだとね、結構限界があるんで、スパッタリーとかで見たようなことすると、新しい戦法ができるかもしれません。というより、俺がスパッタリー使えばよかったのか。ちょっと後日出すかもしれません。スパッタリー用のゾンビ動画を。はい。まあ、ちょっと気になる方は、お楽しみにお待ちください。はい。ということで、今回ここまでになります。ご視聴ありがとうございました。次回以降もね、またスパッタリー動画含めて、お楽しみにお待ちください。あとあれですね、これ質問コーナーのマイカちゃんのコーデで出したギアでした。はい。お疲れ様でした。